ウェブから画像を検索するサンプルです。検索人物名のところに人物の名前を入力します。例えば、佐々木めぐと入力してみました。そして OK ボタンをタップします。すると佐々木めぐに関する画像の一覧が小さいですが表示されます。任意の画像をタップします。するとこのように実寸大の画像が表示されます。こういうのも出てきます。これを保存するにはセーブボタンをタップします。するとウェブセーブイメージフォルダーに保存しましたのメッセージが出ます。で、閉じます。一応画像を終了します。そしてピクチャーライブラリーの中のウェブセーブイメージの中を見てみます。するとちょっと表示を大きなアイコンにします。特大アイコンにします。するとこのように今保存した画像がここに保存されております。このようにウェブから任意の画像を検索してローカルに保存するサンプルです。以上。